はい、ご視聴ありがとうございます。今日お届けする作品はトルストイ作イヴァンのバカです。イヴァンのバカはロシアの民話にしばしば登場する男性キャラクターです。極めて純朴愚直な男ですが、最後には幸運を手にすることが多く書かれています。日本では帝政ロシア時代の小説家レフ・トルストイによる彼を主人公とした作品で特によく知られ、長谷川典型役大悪魔と小悪魔、1902年雑誌少年世界に連載されました。内田ロアン役バカ者イヴァン、同じく1902年雑誌学闘に連載されました、などをはじめ多くの和訳があります。作者レフ・ニコライヴィッチ・トルストイは19世紀ロシア文学を代表する文豪です。1828年9月に生まれました。戦争と平和、アンナ・カレーニナによって世界的名声を得ますが、アンナ・カレーニナを書き終えた頃から人生の無意味さに苦しみ、自殺をも考えるようになりました。精神的な方向の末、宗教や民衆の素朴な生き方に惹かれ、作風は変化し、そうした時に書かれたのがイヴァンのバカです。執筆されたのは1885年9月頃、発表されたのは翌1886年です。現代はイヴァンのバカとその二人の兄、軍人のセメオンと太鼓腹のタラスと口の利けない妹マラーニャと大悪魔と三匹の小悪魔の話。日本での翻訳タイトルはイヴァンのバカの他にバカ者イヴァン、イヴァンの間抜け、イヴァンのバカとその二人の兄弟、大悪魔と小悪魔などがあります。菊池寛の翻訳も有名ですが、今回お送りするのは楠山正雄の役です。楠山正雄は1884年11月東京府京橋区銀座に生まれました。演劇評論、編集者、児童文学者として知られ、大正時代から昭和時代、戦後初期にかけて活動しました。今回お送りするのは昭和2年に出版された世界童話集に収められた翻訳です。それではどうぞ。トルストイ作楠山正雄役イヴァンのバカ、その第一章。昔ある国のあるところにお百姓の夫婦がありました。お百姓のうちにはセミオンにタラスにイヴァンという三人の息子とマラーニアという娘がありました。軍人になったセミオンは王様のお供をして戦に行きました。太っちょのタラスは町の商人になりました。バカのイヴァンと推しでつんぼのマラニアとだけがうちに残って、背中の曲がるまで毎日せっせと畑を耕しました。おかげでお金をたくさん貯めて、かなりの身代を作り上げました。さて、軍人となったセミオンは身分も位もだんだん上って、立派な家柄のうちからきれいな奥さんをもらいましたが、その奥さんがむやみとお金を使うので、いつも暮らしに困っていました。そこである日、お父さんのところにやってきて、どうか三分の一だけ身代を分けてくれと頼みました。イヴァンはバカだし、妹は推しでつんぼだし、あれらがお金を持っていても仕方がない。でも何しろイヴァンがこしらえた身代ですから、お父さんはまずイヴァンに相談しました。ああ、いいとも、兄さんの欲しいだけあげなさい。まるで他人のものでもくれてやるように、イヴァンが平気でこう答えましたから、セミオンは身代の三分の一を分けてもらって、ホクホクしながら帰っていきました。すると今度は町の商人になったタラスが
セミオンと同じようなことを言ってお父さんのところへ頼みに来ました。イワンや、麦を半分送れ。それから灰色の種馬ももらっていくことにしよう。おう、いいとも。私はまた働いて馬を手に入れるから。イワンは笑いながら惜しそうな顔もせずに言う通りに分けてやりました。おかげでやっとうちに残ったものはたった一頭の老いぼれ馬だけでした。でもイワンは別段不足らしいことも言わずに、またせっせと働いて両親や妹を養っていました。第二章。さて、ここに心の良くない悪魔がいました。悪魔はイワンの一家に何かしら災難のかかるようにと始終その檻を狙っていました。それで三人の兄弟が寝台を分けるとき、今度こそきっと喧嘩をするに違いないと思って待ち構えていました。ところが見事に当てが外れたので、悪魔はごほはらでたまりません。そこで手下の三人の小悪魔を呼び集めてこう命令しました。あのろくでもない兄弟どもはするはずの喧嘩もしないのである。それはバカのイワンが何を言われてもよしよしと承知をするからだ。お前らはこれから出かけて行って首尾よくあの三人に取り付いて、お互いに目の玉をかき出すほどの大喧嘩をさせてくるのだ。で小悪魔どもは早速出かけました。その途中、暗い沼の上に三人は集まって、あれかこれかと相談をした上、サイコロを振ってでんでんの役割を決めました。そしてめいめいの仕事がどんな具合に進んだか、その打ち合わせに五六日後でもう一度この沼に集まる日を約束しました。そこで小悪魔どもは三方へ分かれて行きました。約束の日になると、申し合わせた通り小悪魔どもはまた沼に集まりました。最初にまず口を切ったのはセミオン係の小悪魔です。どうして俺の方はなかなかいい具合に運んだよ。俺はあいつを無効密な無鉄砲者にした。だからあいつは王様に勧めて世界征服の大戦争を追っ始めたのだ。ところが俺はあいつの軍隊の火薬をすっかり湿らせて大砲が撃てないようにした上に、敵方の王様に勧めて目に余るほどの藁の大軍勢を作らしたから、それに目がくらんであいつは散々戦に負けて王様のお腹立ちに触れたというわけさ。そうしていよいよ死刑になるという際どいところをわざと俺が逃がしてやった。こうなれば明日は両親の家へ帰るより仕方がないよ。タラス係の悪魔もその時手柄らしく言いました。俺の方だって締めたものだよ。あいつをまず欲張り者にしたために、見るもの聞くもの何でもかんでも欲しがって借金もしながら品物だけは買い込むという始末だ。おかげでこの頃は借金で首が回らなくなっているから、きっとあさってあたりは両親のところへ帰って行くよ。その時二人の悪魔は第三の悪魔に向かって、ところでお前さんの方はどうしたと尋ねました。するとイワンに取り付いた小悪魔だけはさも困ったような顔をしながら、どうも俺は一番貧乏くじらしくて弱ったよ。まずイワンに仕事のできないように腹板を起こさせてやろうと思って、あいつの飲み水を入れた壺に唾をしておいたのだ。それから畑を石のようにカンカンに固めて、点で隙の入らないようにしておいたのだ。ところがあのバカは痛む腹を抱えて、うんうんなりながら根気よく畑を掘り返し隙返してしまうのだ。そして今度は土の中に潜って隙の頭を掴んでやると、あいつは
力いっぱい隙の上にのしかかってきて、そのよく磨いた隙の頭で俺は指をちょんぎられてしまった。まああんな風ではたとえセミオンとタラスが一文なしで家へ帰ってきても、あいつが一人で引き受けて食べさせておくに違いない。そうなれば喧嘩も起こらないに決まっている。よしよし、じゃあ俺たちが行って加勢をしてやる。二人の悪魔はこう言ってまた三方へ分かれて出て行きました。第三章。さてそのあくる日、イワンがすきかけた畑をせっせとすいていますと、ふと隙が動かなくなりました。おや、どうしたのかな。ここらに木の根はないはずだが。こう言いながらイワンは片手を畝の中へ入れてかき回しますと、何かくなくな柔らかな、そのくせ木の根のように真っ黒な色をしたものが手に触りました。隙の頭をせっせと押している小悪魔をつかみ出したのです。やあ、なんだ嫌なやつ。こう言っていきなり隙の頭に叩きつけようとしますと、小悪魔は泣き声を出して、どうぞ命だけはお助けください。その代わりどんなことでもお言いつけ通りいたしますから。うん、俺はさっきから腹がしくしく痛むのだが、治せるか。お安い御用です。こう言って小悪魔は地の中をかき回して、長い枝の三本に分かれている木の根を掘り出して、じゃあこれを召し上がってごらんなさいと言いました。イワンは試しにその木の根を一本ちぎって口に入れますと、お腹の痛みはすぐに止まりました。よし、じゃあ話してやろう。神様がいつも一緒にいらっしゃるように。こう言って話してやりました。神様という言葉を聞くが早いか、小悪魔は池の中に小石を投げ込んだようにポンと地の中へ飛び込んで、後には小さな穴が一つ残っただけでした。そこでイワンは家へ帰ってみますと、兄のセミオン夫婦がいつの間にか帰ってきて夕飯を食べていました。イワンや、今度役に着くまで俺たち二人を食べさせておくれ。ああ、いいとも。イワンは相変わらず気前よく承知しました。そして二人のそばの椅子に腰をかけようとしますと、私こんな汚らしいお百姓と一緒にご飯を食べるのは嫌ですとセミオンの奥さんがブツブツ言い出しました。するとイワンは、ああそうかね、どうせ馬の世話をしてやらなければならないから、私は外へ行こうよと言ってニコニコしながら出て行きました。第四章。さてセミオン係の小悪魔はイワン係の小悪魔の加勢をしようと思って、その晩畑に来てみると、畑はきれいにすき返されていて、そこにたった一つ小さな穴だけが残っていました。やれやれ、仲間はやられたな。どれ、この始末は俺がうまくつけてやろう。こう独り言を言いながら巻き場へ出かけていきました。そしてそこらへ一面に水をダブダブに流して、草の上へ泥をかけておきました。夜が明けるとイワンが草を刈りに来ましたが、どういうものか少し刈るとじきに大釜が切れなくなりました。これはダメだ、家へ帰って砥石とついでにパンを持ってこよう。幾日かかったって刈るだけの草は刈らなくてはならない。イワンはこう言って家から砥石とたくさん食べ物を用意してまた牧場へやってきました。こりゃとんでもないやつだな、やり方を変えなくてはなるまい、と小悪魔は呆れて考えました。そんなことにはお構いなく、イワンは根気よく研いでは借り
研いては刈るので、悔しがって小悪魔は草の中に隠れて一生懸命にイワンの大釜の先を捕まえました。イワンはそれでも構わずに力任せにだんだん沼の方まで刈り立てていきました。そこで小悪魔は今度は沼の中へ入り込んで意地になって邪魔をしました。たとえこの両手を切り落とされても、ここの草だけは枯らすものじゃない。そういううちにどんどん刈り立てられていって、とうとう草やぶの中に隠れなければならなくなりました。するうちその草やぶさえも刈り取られてしまって、逃げ損なった拍子に尻尾を半分ちょん切られました。さあ今度はライ麦を刈るのだ。小悪魔はまだ懲りずに先回りしてライ麦の畑を荒らしました。するとイワンは小釜でこれもきれいに刈り取りました。残っているのはカラス麦の畑だけです。小悪魔は残念がって、明日こそはきっとこの畑を荒らしてやろうと思いました。けれど翌朝、小悪魔がのこのこ出かけてきた時には、イワンは夕べのうちにもうすっかりカラス麦を買ってしまいました。小悪魔はいよいよ腹を立てて、今度は刈り取った麦の束を中から腐らせることに決めて、麦束の中に潜り込んでじくじくと温めました。麦束はそのぬくみでそろそろ腐り始めました。けれどもそのうち小悪魔は自分がポカポカいい気持ちに温まって、とろりとろり眠りこけてしまいました。そんなことは知りませんから、イワンは麦束を車に積もうと思って、一束ずつ熊手でぐいっと引っ掛けると、三度目の熊手の先がいきなり小悪魔の背中に突き刺さりました。小悪魔は思わずキャーッという叫び声も立ててのたうち回りました。どうぞ許してください。その代わりあなたにいいことを教えてあげます。それはどんないいことだ。どんなものからでも兵隊をこしらえます。兵隊って歌を歌うかい。歌だって歌います。何だってします。じゃあ少しこしらえてみろ。わけはありません。その麦束を地の上にまっすぐ立てて、こういう文句を唱えればいいのです。そらそら麦わら、私の奴隷が言いつけましたぞ。わら一本から兵隊一人、出てこい出てこいと。イワンは言われた通りにやってみると、立てた麦束は一本一本バラバラ倒れて兵隊になり、ラッパを吹いて太鼓を叩いて大号を揃えて歩き出しました。イワンはおかしがって笑いました。なるほど、これは面白い。娘たちがどんなに喜ぶだろう。じゃあ私を許してください。いや待てよ。だがこの麦束は内柄ではないから、せっかくなった麦が無駄になる。さあ元の麦束に返してくれ。わけはありません。それはこう言えばいいのです。私の奴隷が言いつけましたぞ。わらの兵隊ならわらになれ、わらになれと。小悪魔の言うままにこう唱えますと、元通り麦束になりました。そこでイワンは、よし許してやろう、神様が一緒にいらっしゃるように、こう言って熊手を抜いてやりますと、小悪魔は池の中へ小石を投げ込んだようにポンと土の中へ飛び込んで、後には一つ小さな穴が残っただけでした。そこでイワンは家へ帰ってみますと、町のタラス夫婦が来ていて、ちょうど夕飯を食べているところでした。太っちょのタラスはたくさんの借金が返せなくなったので、これもまた逃げ出してきたのです。また商売を始めるまで俺たち二人を食べさせておくれ。いいとも、いつまででもおいでなさい。イワンは何のわだかまりもなさそうにこう言って、食卓に並んで座ろうとしますと、また
私、こんな汗臭いお百姓と一緒に食事をするのは嫌です。と、タラスのおかみさんが言いました。イワン、どうもお前の匂いは広すぎるようだ。外へ出て食べたらどうだ？と、タラスも言いました。ああ、いいとも。どうせ馬にも食べさせてやらなくてはならないからな。こう言ってイワンはパンを抱えたまま裏庭へ出て行きました。第五章。さて、タラス係の小悪魔は手が空いたので、約束通りイワン係の手伝いをしようと思って畑に行きますと、誰もいないで、その代わりに一つの穴がありました。それから巻き場ではちぎれた尻尾と、カラス麦の畑ではもう一つの穴を見つけました。仲間が二人ともやられたということはその二つの穴でわかりましたから、よしよし、自分こそ一番しまいにきっと仇を打ってやろうと意気込んでいました。イワンはもう朝早くから森で木を切っていました。二人の兄さんが一緒にいるのを狭苦しがって、新しい家を建てるから木を切ってこいと言いつけたからです。小悪魔はすぐに森に行って切っている木の上に登りました。そして木を倒させぬように邪魔をしました。いつもは50本も切り出せるのに、今日に限って10本も切り出さないうちにもう日も暮れそうになりましたから、イワンは驚きました。おまけに体は疲れてヘトヘトになったので、木の根に腰を下ろして休みました。そらどうだ、ヤッコさんとうとう参ったな。小悪魔は木の枝に馬乗りになりながらニタニタ笑っていました。けれどその時ふとイワンはすっくと立ち上がって、手に持った斧を向こう側からしたたか木に打ち込みました。木はズシンと音を立てて倒れました。油断していた小悪魔は真っ逆さまに落ちて倒れた木の下になりました。どうぞ命だけはお助けください。その代わりいいことを教えてあげます。それはどんないいことだ？あなたの欲しいだけのお金をこしらえます。じゃあこしらえてみろ。それは菓子の葉っぱを5、6枚むしって、それを手で揉めばいいんです。それでその通りにしてみると、手から金貨がバラバラこぼれ落ちました。こりゃあ面白い、お祭りの時のいい慰みだ。じゃあ許してください。よし、許してやる、神様が一緒にいらっしゃるように。こう言って小悪魔を逃がしてやりますと、池の中に小石を投げ込んだようにポンと土の中に飛び込んで、後にはまた一つ小さな穴が残りました。第六章。イワンの切り出した木で二軒の家が出来上がると、兄さんたちはそれぞれお引越しをしました。イワンは秋の取り入れがめでたく済んだので、そのお祝いをしようと思って、何よりもまず二人の兄さんたちをお祝いに招きましたが、兄さんたちは、百姓のごちそうなんか土臭くて食べられるものかと言って断りました。そこでイワンはその代わりに村の人たちも残らず呼んで、歌ったり踊ったり賑やかにお祝いをしました。私を褒める歌を歌ってくれたら、お前たちが生まれてまだ見たこともないものをあげるがな。嬉しそうにビールのコップをあげながら、その時イワンがこう言いますと、百姓のおかみさんや娘たちはくつくつ笑いながら、それでもいろいろなことを言ってイワンを褒め上げた上、さあ送れよ、さあ送れよとせがみました。うん、今持ってきてあげるよ。イワンはこう言うと、いきなり種箱を担いでどんどん森の方へかけていきました。なんておバカさんだろう。みんなはこう言ったなり、
イワンのことなどは忘れて手をつないで踊りに夢中になっていました。そのうちに森の中から息を切ってイワンが箱の中に何かいっぱい入れてかけてきました。さあ、あげよう。なんだなんだ、遅れよ遅れよ。みんなが固まってかけてくる花の先へ、イワンは樫の葉をもんでこしらえた金貨を一握りバラバラと巻きました。みんなはあっけに取られながら、でもマリのようにコロコロ転げ回って割れがちに金貨を拾いました。バカだな、静かにしないか、おばあさんを押しつぶすじゃないか。こう言い、イワンは持ってきただけの金貨を残らず巻いてしまうと、今日はこれでおしまいだ。さあ、みんなで踊ろう。歌を歌っておくれ。そこで女たちは歌を歌いました。どうもお前たちの歌は面白くないな。私がいい歌を聴かしてやる。こう言ってイワンは麦粒をこそげ落とした麦わらを一本一本地の上に立てて歌い出しました。そらそら麦わら、私の奴隷が言いつけましたぞ。藁一本から兵隊が一人、出てこい出てこい。麦わらは一本一本倒れて一人一人兵隊になりました。ラッパを吹いて太鼓を叩いて太鼓を揃えて行進を始めました。みんなが目を丸くして見ているうちで、イワンは兵隊と一緒に歌を歌って歩きました。それから麦こき場へ兵隊を連れて行って、また元の麦わらにして納屋へ入れました。そして自分は馬屋に入って寝ました。第7章。この話を聞いた二人の兄は、あくる日の朝早速やってきました。兵隊があれば何だってできるからな。世界中の国だって手に入れることができるからな。こう言ったのは軍人のセミオンです。ほう、そうかい。そら知らなかった。兵隊なんかいくらでもできるよ。妹と二人で麦はたくさん打っておいたからね。軍人のセミオンは何万という兵隊をこしらえてもらって戦に出かけました。そんなにたくさんの金貨があれば、それで商売をして世界中の金貨を集めることができるのだ。続いてこう言ったのは商人で太っちょのタラスです。おお、そうかい。そら知らなかった。おりへおいで。金貨なんかいくらでもできる。太っちょのタラスも荷馬車にいっぱい金貨を積んでもらって商売に出かけて行きました。その後セミオンは大きな国を分取りし、タラスは大金持ちになりました。けれど間もなくセミオンは兵隊があんまり多すぎるので、それを養うお金に困り始めましたし、タラスは有り余る金貨の番人がないので閉口しました。そこでセミオンは兵隊を養う金貨を、タラスは金貨の番をする兵隊をこしらえてもらおうと思って、またイワンのところへやってきました。けれどイワンは頭を振って、もうどちらもこしらえてはやらないと言って断りました。なぜというに、イワンは兵隊というものはラッパを吹いたり太鼓を鳴らしたりするだけのものと思っていたのに、戦に行って人を殺したりしたのを知ったからでした。それからまた金貨というものはピカピカ光って可愛らしい、ただのおもちゃだと思っているのに、タラスの持っている金貨を欲しがって、お百姓の大切な牛を売った人間のあったことを知ったからでした。兄さんたちはいくら頼んでもイワンが聞き入れてくれないので、仕方なしにお互いに相談して、セミョンは兵隊を半分タラスに分け、タラスはその代わりに金貨を半分分けるということにしました。そうして二人とも立派な王様になりすましました。
第8章。けれどもイワンだけは相変わらずうちで年寄りの両親たちを養いながら、おしでつんぼの妹と一緒に働いていました。ある時、イワンのうちの飼い犬が病気になって、体中がかさぶたになって今にも死にそうになりました。イワンはかわいそうに思って、妹から分けてもらったパンを帽子に入れて持って行って犬に投げてやりました。ところが帽子が破れていたので、パンと一緒にいつか小悪魔のくれた木の根が転がり出しました。それを犬が一緒にパックリ食べますと、重い病気が不思議にケロケロと治ってしまいました。どんな病気でも治す不思議な木の根のことを、イワンの両親たちもその時初めて知りました。その頃、ある王様のお姫様が重い病気にかかりました。王様は大層心配して、お姫様の病気を治した者にはお姫様をやるというお触れを出しました。イワンのお父さんはその時イワンを呼んで言いました。これこれイワンや、お前はどんな病気でも治すことのできる木の根を持っていたね。あれでお姫様のご病気を治してあげたらいいじゃないか。おお、そうだね。イワンはこう言って木の根を懐に入れて早速出かけました。少し行くと、片手のきかない女の小敷に出会いました。いいお薬がおありだそうでございますね。どうぞ私のこの手を治してください。一人で靴も履けない始末でございます。こういう様子があんまりかわいそうだったので、イワンはその木の根を小敷にやってしまいました。それを知ったお父さんは、お姫様をかわいそうだと思わないかと叱りました。イワンはなるほどお姫様もかわいそうだと思って、そのまま馬に馬具を置いて、荷車にわら束を山と積んで、自分はその上に座って馬に引かせて出かけようとしました。おいバカ、今から行ったってダメじゃないか。もう木の根はありもしないのに、とお父さんは言いました。けれどイワンは、なーに大丈夫だと言ったまま、構わず馬を走らせました。するとイワンが王様の御殿の門を入るか入らないうちに、お姫様の病気は治ってしまいました。王様は大層お喜びになって、早速イワンをお姫様のお婿さんにしました。間もなく王様の後を継いで、イワンは王様になりました。こうして三人の兄弟は皆王様になってしまいました。上の兄のセミョン王は、わらの兵隊のほかに本当の兵隊をたくさん集めて、欲しいものがあるとどこへでも兵隊を差し向けて構わず持ってこさせました。次の兄のタラス王は、商売をしてイワンからもらった金貨を何倍とも増やした上に、人民から税金を取り立てました。けれどイワンだけはすぐと王様の着物を脱いで、やはりお百姓の時と同じ着物を着て粗末な靴を履きました。そして毎日お百姓の仕事をせっせとしました。家来たちはそれを止めましたが、どうしてもイワンは聞き入れませんでした。座っていると退屈だし、太るばかりでご飯もまずいし、夜も眠れない。イワン王のお妃も、夫のすることに背いてはならない、針の行くところに糸もついていかなくてはならないと、こう考えて、きれいな絹の着物は脱いでタンスにしまって、おしでつんぼのイワンの妹からお百姓の仕事を教わって、毎日一緒に野良へ出て働きました。イワンの王様の裁判ぶりも随分変わっていました。あの男が私のお金を盗みましたと訴えて出ますと、よいよい、その男はきっとお金が入り用だったのだろうと言っ
って別に罰しようとしませんでした。ですから人民は、あれは馬鹿王様だと言って一番の利口者から一人一人よその国へ逃げ出していきました。そしてとうとう馬鹿な王様とお妃と馬鹿な人民たちだけが後に取り残されました。この人たちはみんなお金というものを持たないで、ただ働いて暮らしました。自分で働いて自分を養った上に、働きたくとも働けない他の人たちを養いました。第九章。さて、小悪魔どもがいつ帰るかと、首を長くして待っていた悪魔は、いつまで経っても一人も帰ってこないので、ある日自分で探しに出かけました。すると三人の小悪魔の影も見えません。その代わり地面の上に三つの穴を見つけたので、これはどうしても自分がやるより仕方がないと思いました。そこで悪魔はまず将軍の姿に化けてセミョン王のところへ参りました。そしてセミョン王をうまく騙して兵隊の司令官になりました。兵隊の数を5倍に増やして100発の弾丸の一度に飛び出す小銃や石垣ごと人でも馬でも打ち倒す大砲をたくさんこしらえて、まず隣の国に戦を仕掛けてひとたまりもなく滅ぼしてしまいました。その勢いでインド王の国へ攻め込みました。ところが向こうでは、娘や子供まで集めて、セミョン王の軍隊よりもっと多くの軍隊を作り、セミョン王の使う小銃や大砲のほかに空中を飛行して爆弾を投げ落とすことまで発明しました。そしてこちらの軍隊がまだ弾の届くところまでも行っていないうちに、敵の娘たちは空の上から爆弾を雨のように降らせましたから、セミョン王の軍隊は王一人を残して雲の子か蟻の散るようにちりぢりバラバラに逃げていってしまいました。セミョン王はとうとう命からがら国を捨てて逃げ出すような羽目になりました。これでまず首尾よく一人やっつけたので、悪魔は今度は立派な商人に化けてタラス王の国へ行きました。そしてそこへ大きな住まいを構えて、惜しげもなくお金を使いました。この国の人民は、誰も急にお金ができて、これまで滞らしていた税金もずんずん払うようになりました。タラス王はホクホクしながら、あの商人のおかげで、私の暮らし向きはだんだん良くなるばかりだ。こう考えて、素晴らしく大きな御殿を新築する計画を立てました。ところが、建築に使う材木と石は、商人に買い占められている上に、大工も土方もみんな商人に取られていました。冬になって街灯を作らせようと思うと、毛皮は商人がみんな敷物にしていました。こうして何によらず、国中にあるいろいろなものを、タラス王が買う値段よりも何十倍も高く買い占めましたから、タラス王は税金ばかりたくさん上がっても、そのお金で毎日の食べ物さえ買うことができなくなって、とうとう飢え死にしそうになりました。この次は王様ごと買い取ってやる。悪魔の商人はこう言って自慢していました。さて、今度はいよいよ、イワン王の番でした。悪魔はまたまた将軍に化けていって、王様に兵隊を集めるようにと勧めました。そうか。じゃあ、集めるがいい。そして、歌を上手に歌うことを教えるがいい。イワン王がそう答えましたので、悪魔の将軍は、しめたと思って、早速兵隊を集めにかかりましたが、誰一人兵隊になり手がありませんでした。仕方なしに悪魔はイワン王のところへ帰ってきて、王様の命令で取り立てなければどうもダメですと言いました。よろしい、
その通りにするがいい。イワン王は至極無造作に答えました。そこで悪魔は、兵隊にならないとイワン王のために殺されるぞと言ってかけて回りました。けれど人民は、兵隊になって戦に出て死ぬくらいならうちにいて死んだ方がマシだと言って、やっぱり兵隊になろうとはしませんでした。だが王様の命令なのだから、それに背けば殺されると悪魔はやかましく言いました。そこで人民たちは大勢イワン王のところへ押しかけていって、一体それは本当のことですかと言って尋ねました。私一人でそんなにたくさんだお前たちをどうして殺せるものか。イワン王はこう言って笑いました。悪魔はいよいよこんなことでは到底ダメだと悟ったので、タラカン国の王様のところへ行って、早くイワンの国をお攻めなさいと言って進めました。タラカン王は早速兵隊を差し向けましたけれど、イワン王の国では誰一人相手になって戦おうとはしませんでした。気の毒な。お前さんの国が困るようなら、この国へ来て一緒に住むがいいよ。こう言って兵隊どもが、牛や馬や麦や小豆を勝手に取っていくままにさせておきました。誰も出迎えをしないので、退屈になってタラカン国の兵隊は、癇癪を起こしてやたらに火をつけたり、物を壊したり、散々乱暴を働いて、イワン王の国の人民をいじめました。すると人民たちは泣きながら、なぜそんな乱暴をするのだ、なぜいいものを無駄にするのだと言って丁寧に諭しましたので、兵隊どもももうその上乱暴を働く気にもなれず、皆思い思いに散っていってしまいました。第10章。悪魔は重ね重ね計りごとがダメになったので、今度は立派な紳士になってイワンの国へやってきました。そしてやたらにそこら中金貨を見せびらかして歩きますと、みんなは珍しがって、なんて綺麗な可愛らしいものだと言って紳士の言うなりに品物を持って行って金貨と変えてもらいました。今度はどうしてもうまくいくぞ、イワンのバカなやつ。体も魂もタラス同様金貨で買い取ってやる。悪魔の紳士はこう言って得意になっていましたが、バカな人民たちは金貨をもらって女の子の頭飾りや髪飾りにしたり、子供たちのおもちゃにやってしまって、それも飽きると今では子供でも金貨を欲しがらなくなりました。ですからもう誰も品物を持ってくるものはありません。時たまごく小さな男の子や女の子が卵を持って金貨をもらいに来るぐらいのものでした。パンを買おうと思って金貨を出しますと、お百姓はこう言うのです。金貨でない他のものを持ってくるがいい。さもなければ働いてパンにするがいい。それも嫌ならキリスト様のためにパンをどうぞ分けてくださいと頼むなら、一切れ切ってあげるがな。キリストの名を聞いただけで悪魔は青くなって逃げ出しました。仕方がないのでペコペコのお腹を抱えて、悪魔は毎日ゴロゴロ寝転んでいるほかはありませんでした。そのうち今にも飢え死にしそうになりました。それを見かねた人民はそのことをイワン王のところへ出かけて行って言いました。そうか、じゃあその紳士をよく養ってやるがいいと王は言いました。悪魔はその日から村の家々を回り歩いて食べさせてもらいました。そのうちイワン王もある日この紳士を呼んでご飯を食べさせようとしました。ところが紳士が食卓に着こうとすると、王様の妹のマラニアが大変怒っていきなり紳士を追い出そうとしました。それというのは、マラニアやイワンの手は
働く印にゴツゴツと節くれ立っていましたが、紳士の手はきれいで柔らかでつるつるしていました。ところでマラニアの考えでは、ゴツゴツした手を持たないものはちゃんとした食卓につく資格がないのです。豚のようにみんなの食べ余りをもらって食べるほかはないのです。けれどマラニアのそういうことがわかると、紳士はプンプン怒って、人間は誰でも手で働かなくちゃならんという、そんな馬鹿げたことはない。私は頭で働くことができるのだと言いました。はてね、頭で働くとは奇妙だな。ではそれを教えてもらいましょう。これから手がくたびれたら頭で働くことにするから。イワン王は大層不思議に思ったので、ぜひその法を人民たちにも教えてもらおうと思いました。さてイワン王の国に一つの高い塔があって、まっすぐな長いはしご段がついていました。みんなからよく見えるように王は紳士にその高い塔の上に登ってもらいました。塔の下には人民が何万となく集まって、今にも紳士が頭で働く方を実地にやってみせてくれるに違いないというので、みんな仰向いて塔の上を一生懸命見上げていました。でも紳士はなんだかベラベラわけのわからないことをしゃべっているばかりでした。そのうち一日塔に立ち通しでしゃべっているうちに、紳士はだんだん弱ってきました。喉が渇いて、お腹が空いて、足がくたびれて、目が回ってきました。これを見ている人民たちもすっかり退屈してしまいました。どうしたな、紳士は頭で働き始めたかな。イワン王はこう言って尋ねました。まだです、まだ何か喋っています。みんなはこう言ってあくびをしながら、一人二人ぼつぼつ帰りかけました。するとその時、いや、紳士が頭で働き出したという声が起こりました。なるほど、紳士はひょろひょろしながらしきりに頭を塔の柱にぶっつけているようでした。間もなくバタンと倒れると、今度はコロコロと鞠のように転がり出して、一つ一つコツンコツンと長いはしご段に頭をぶつけながら、高い塔のてっぺんからとうとう一番下まで落ちてきました。イワン王は驚いてかけていってみますと、紳士はそれなりポンと土の中へ潜り込んで、その後の地面にはまた一つ穴が残りました。やれやれ、あれもやっぱり悪魔だった。そう言ってイワン王は面白そうに笑いました。そういうわけで、とうとう悪魔はイワン王には勝てませんでした。イワン王をはじめとして、その国の人民は誰も彼もみんな一生懸命に働いて、今でも国中が楽しく暮らしているということです。よその国からもたくさんこの国へ来ています。二人の兄さんもイワンのうちで食べさせてもらっています。何かさしてくださいというものがあれば、イワン王は、ああいいよ、私たちと一緒にいつまでもいるがいい、この国には何でもあるよと言ってあります。ただこの国に一つ変わった習慣は、ゴツゴツと節くれだって豆だらけな手をしたものでないと、ちゃんとした食卓につけないことで、そうでない人たちは他の人の食べ残しをもらって食べなくてはならないということです。トルストイ作、楠山正雄役、イワンのバカ、全文読み切り、朗読全5回、完了2020年5月27日。